春夏合わせ28回出場の強豪星稜高校。中でも記憶に残る球児といえば松井秀喜選手。これは1年生の時の映像。すでに4番を任されていました。自分1年生で4番に選ばれたのはどういうのが一番の理由だと思う？思いっきりの良さだと思いますけど。最初のベストゲームはその後3年生になった松井選手が全国にその名を轟かせた試合です。平成4年選抜の開幕戦に登場した松井選手、特別な注目を集めていました。この年ラッキーゾーンが撤去され、ホームランには大きな飛距離が必要になりました。そのため最初のホームランは松井選手が打つのではないかと期待されていたのです。岩手の宮古高校との対戦、3回星稜は1点を先制し、なおも2塁3塁のチャンス。ここで松井選手に打順が回ってきます。1塁は空いていましたが、宮古のエース本田投手は真っ向勝負。一球一球を球場全体が固唾を飲んで見つめます。豪快な空振り、どよめきが起こります。2球目、松井選手追い込まれます。ここは絶対打ちたいなっていうかね、ランナー返したいなっていう気持ちで打席に入って、そして6球目、およそ118メートルの右中間のフェンスを軽々と越える一発。スリーランホームランで星稜は4対0とリードします。見つめていた人々の度肝を抜く大ホームランでした。それは嬉しいですよラッキーゾーンがなくなってね、最初のホームラン記念すべき、そういう意味ではずっとね、名前が残るっていう意味でも、ね、現在星稜高校野球部の監督を務める林和成さんは当時松井選手の1年後輩。ホームランを打った時は2塁ランナーでした。打った瞬間でしたので歓声もすごかったですし、わーっていうような感じで私の横と放物線描いていきましたので、わーすごいなと思いましたね、はい、松井選手の特大アーチは甲子園を目指した猛練習の賜物だったといいます。当時練習で柵越え連発だった松井選手、なんとその方向も自由に操っていたといいます。狙ったのは山下監督の家、ライトに設置されたネットの左から3番目のポールが目標。ポールの上をちょうど越えれば山下監督の家に当たります。他の家に迷惑をかけないよう狙った屋根は当時はいつも瓦がボロボロでした。試合は4回裏、星稜のエース山口投手がピンチを招きます。ヒットとフォアボール2つで満塁。もしホームランが出れば一気に同点。ピッチャーからホーム、一塁と渡ってダブルプレー。なんとかピンチを切り抜けます。その直後の5回表、星稜はノーアウト一塁三塁で4番松井選手。勝利を確実にする追加点が欲しい大事な場面でした。なんと2打席連続の右中間へのスリーラン。
宮古の反撃ムードを吹き飛ばしました。ちょっと自分では怖いぐらいできすぎだなっていうか、そういう気持ちでしたよね。試合は9対3で大勝。ホームラン2本、7打点の活躍でした。続く2回戦の堀越戦でも2試合連続のホームラン。しかしこの春、次の準々決勝で敗れ甲子園を去りました。再び甲子園を目指した松井選手、最後の夏にかけた思いを物語るエピソードがあります。金沢にある時計とメガネを扱うお店。店主の村田さんは星稜高校の大ファンです。施設応援団の団長を長年務めました。夏の大会が近づいたある日、村田さんは松井選手の秘めた思いを知りました。それは練習グラウンドの時計を直しに行った時のことでした。作業をしているとどこからか音楽が聞こえてきました。チャンチャンチャランチャランチャンって、あの音楽に合わせて自分がハミングしながら、この鳴らすトンボ、トンボ持ってね、こういうふうに持って行進しているんですね。上からね、おい待てって言ったらね、まさか上に誰人がいるとは思わなかったですね。でびっくりしましてね。甲子園で優勝チームが行う行進を松井選手がグラウンドで一人真似して練習していたのです。3年生の最後の夏の大会は5打席連続敬遠もあって2回戦で敗れました。怪物と言われた松井選手も、ふるさと石川の初の栄冠を夢見る一人の高校生でした。